あざす、国さんです。今回の動画なんですけども、今回はね、万座温泉で宿泊しました、この後ろにあります、湯の花旅館さんをね、ご紹介したいと思います。こちらの旅館はですね、テレビ東京、チャンネルで言うと12チャンネルですね、そちらのテレビ東京さんで、日本ボロ宿機構というね、ドラマがありまして、2019年の1月とかそのぐらいにやってたね、テレビ東京さんのドラマ、採用された宿泊先、これがね、湯の花旅館さんになります。こちらの旅館はですね、私みたいな40代50代とかね、おっさんがね好むようなね旅館、すごいここ魅力あるね旅館だなと思いまして、動画として皆様にご紹介したいと思いまして撮影をしております。今現在マイナス4度でございます。めちゃくちゃ寒いです。中の方にね入っていきたいと思います。それではですね、旅館の中の方に行ってみたいと思います。こちらがですね、フロントになります。はい、フロントはね、こんな感じになります。はい。で、こちらにね、剥製がね、お出迎えです。はい、こんな感じで。はい、剥製があるような感じですね。そして、ちょっと中に入ってきますとね、共同のね、洗面所ですね。ここの宿泊先はなんですけども、自炊場というところがあります。入っていきましょう。ここはね、自分でスーパーで買い物材料とか買ってきまして、ここでね自分で料理してっていうことがねできるみたいですね。まあ今回私はですね、夕飯と朝食旅館の方ですねお願いするような形にしたんですけども、夕飯朝食はね自分で作って食べたいという方はね自分で作ってということができますので、まあこういうスペースもあるんですね。はい。それではね、私のお部屋はここの22になります。はい、入っていきましょう。あったけー。私がね泊まるお部屋はこんな感じになってます。はい、もうね、着いたらお布団がもう敷いてありましたね。で、こたつです。ヒーターついてますね。ガスヒーターですね。はい、いやーめっちゃあったかいですよ。はい、それでは外の景色なんですけども、はい、こんな感じになります。はい、いやー目の前雪がめっちゃ積もっております。おせんべいいただきます。あ、ほっとする。こたつに入ってお茶を飲んでおせんべい食べてゆっくりする。いやー、日本人でよかったって感じる。こういう感じでゆっくりするっていうのもねいいですね。ここはですね灰皿ありますので、タバコがね部屋の中で吸えます。タバコね苦手な方はねちょっと嫌だなっていう思いがあるかもしれないですけども、愛煙家の人にはね嬉しい旅館だと思います。いいっすね。うんうん。湯の花旅館さんのね浴衣っていうのもねありましたのでご紹介したいと思います。下はねこんな感じ、なんか昭和感のある、ね浴衣ですね。上のねやつはねこんな感じで緑色ですね。はい、湯の花旅館と書いてますね。はい、浴衣はね、こんな感じになります。それではですね、お風呂の方ご紹介していきたいなと思います。名湯月見岩の露天風呂と書いてますね。なんですけど今日ねオーナーさんにねちょっと話を聞きましたらね、露天風呂の入り口がね雪で埋まったらしいんですよ。その状況をねご紹介したいと思うんですけども、はい、こちらになります。はい、入り口がね雪で埋まって通れないです。はい、ほら氷がねいっぱいこのドアの前にいっぱいあってね、ほらかすかにね空がここから見えるんですけど、今回はね露天風呂がねちょっと入れないんですよね。ちょっと残念ですね。入りたかったんですけど、でもですね、宇宙の方は入れます。こちらがね、男性の男の湯になってまして、こちらが女の湯ですね。それでは男湯、こちらの方をねご紹介したいと思います。はい、あったけー。こちらがね脱衣所になります。はい、こんな感じでこちらに鏡ですね。はい、それでは宇宙の方どんな感じなのかご紹介していきます。はい、おお、硫黄の匂いがすごい。はい、こちらがね、宇宙になります。はい。源泉かけ流しなんですけども、源泉ね80度ありますので、暑いので今シャワーでね水で、薄めて温度下げてるような感じですね。こちらのね宇宙のね醍醐味なんですけども、目の前にあるのがね猿の腰掛けがね入ってるんですね。この猿の腰掛けはねがんにねすごい効果があると言われてるのがこの猿の腰掛けになるんですね。万山温泉のね濃厚な硫黄の源泉に猿の腰掛けをミックスさせたものをねこの宇宙のお風呂の中に入れてるという感じなんですね。これがね湯の花旅館さんの醍醐味のね宇宙風呂になります。この湯の花旅館さんのファンの方もねこの宇宙とても好きな方がたくさんいらっしゃいます。私もねこの宇宙とても楽しみにしてましたので、これから入るのが非常に楽しみです。これからね浴衣脱ぎましてこの宇宙入っていきたいなと思います。いやー気持ちいい。硫黄のね匂いがめちゃくちゃします。あーでもいい香りですね。外がね今日雪たくさん降ってたので、まあそのせいもあるかもしれないんですけども、いやー温泉気持ちいいですよ。でここのね温泉はね24時間入れますので、はい、夜中でも入れます。はい、ではこれからゆっくりね使っていきたいなと思います。はい、お風呂から出てきました。いやー気持ちよかったです。最高なね、お風呂ですね。それでね、皆さんにちょっとね1個ね連絡という形で伝えしたいなと思いまして、ちょっと動画を回してます。お風呂場なんですけども、お風呂場の洗い場にね固形石鹸とリンスインシャンプー、それしかね、なかったんですね。お部屋の方にはねフェイスタオル、それとね、バスタオルと、あと歯磨きですね。この3点はねあったんですけども、ひげ剃り、あとねドライヤー、あとコンディショナーですね。これがね不足してました。こちらにねお越しになる際はですね、ドライヤー、コンディショナー、それとひげ剃りですね。これね必要な方はね持参してきた方がいいかと思います。ドライヤーなんですけども、まあガーッと音が鳴ってしまうのでね、部屋の方はですね結構ね隣の部屋とか声がちょっと聞こえてしまうんですね。なのでまあ他のお客さんが起きてる時にですねドライヤーを使うような形であれば多分問題ないと思うんですけども、皆さんがね深夜とかで寝静まった時間帯、そういう時にちょっとドライヤー使ってしまうと騒音問題という形でちょっとなってしまうので、ここら辺はね気を使ってしまうんですけども、まあドライヤーを使う際にはですねそこら辺は気をつけてという形で持参して使うような形をとってください。以上がねちょっとした皆さんへのご連絡でした。それではですね、お風呂入ってきましたので、これからね、食事の方行こうかなと思います。食事の方はですね、いろりの場というところがございまして、そちらの方でね、食事が食べれるということなので、これからそちらの方にね、向かおうかと思います。はい、夕飯のね、会場に着きました。いろりの場ですね。こちらにね大きな猿の腰掛けがございます。いやーめちゃくちゃでかいっすね。これいろりに来るとねこれがすごいインパクトがありますね。こちらに来られましたらね是非この大きな猿の腰掛けご覧になってください。びっくりしますよ。こんな大きい猿の腰掛け見たことないですね。そしてね夕飯お料理ですね、こちらになります。いやーうまそうですね。そして一番最初にご紹介するのはこちらお鍋です。かけまーす。あちではオープン。はい、鴨すきになります。いやこれうまそうだね。中に入ってるのはね舞茸、あと鴨ですね、あときのこが入ってますね、あとおネギですね。はい、このような感じになっております。美味しそう。そして目の前にある料理、左からねご紹介していきたいと思います。まずはじめにこちらですね、花びらたけのねバター炒めになります。花びらたけはね幻のキノコと言われてまして、抗がん作用のあるねキノコになります。いやー美味しそうだな。どんな味するんだろう。そしてこちらはたらこ、はい、メロンと、あと冷ややっこにキムチですね。はい、あと黒豆ですね。はい、それともずく、そしで、こちらね、鮎の塩焼きですね。そして最後にお刺身です。マグロとエビですかね。はい。こんな感じです。それではですね、いただきたいと思います。いやー、楽しみだ。それではですね、花びら茸のね、バター炒め。はい。こんな感じですね。初めて食べます。いただきます。コリコリしてておいしい。独特な味ですね。とろっとしたね、酸っぱさがあるような感じですね。おいしい。それではですね、鴨好き、まずは鴨からいただきたいと思います。いただきます。うまい。あ、お出汁いいわ。うまい。ネギもとろとろ。うまい。これおいしいな。はい、ご飯です。いただきます。おいしいわ。はい、花びらかけ。はい。鮎の塩焼きですね。いただきます。おいしい。お刺身いっちゃいますかね。はい。ちょっと中トロっぽいような感じですね。はい。こんな感じ。いただきます。ご飯が進む。うまい。ご飯おいしいです。ここお風呂もいいですけど、食事もおいしいです。鴨すきに入ってたおうどんですね。いやー、いっぱい入ってるよ。いただきます。いい味出てる。うまい。おいしい。はい、あっという間にね、完食しちゃいました。全部食べちゃいました。おいしかったです。ごちそうさまでした。はい、夕飯食べてきました。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。大変満足しました。ちょっとゆっくりしたらね、またね、お風呂入ってこようかなと思います。その後はね、お風呂から出ましたらね、もう寝ようかなと思います。それではね、皆さんまた明日、おやすみなさい。はい、それではですね、こちらが朝食になります。はい、左からですね。はい、お味噌汁ですね。はい、で、みかんに、あとハムとレタス、あと納豆、あとお魚のね、佃煮ですね。はい。たくあん、海苔、ほうれん草のおひたし。それで、これがね、温泉で作ったゆで卵ですね。はい。になるかと思います。で、こちらにあるのがご飯。はい。こんな感じですね。それではですね、朝食いただきたいと思います。まずはね、お味噌汁からいただきたいと思います。いやー、結構具だくさん。いただきます。美味しい。味噌の味がしっかり出てて美味しいです。そしてね、味噌汁いった後にご飯です。次はですね、温泉で、茹でたゆで卵殻を割っていきたいなと思います。あ、違った。これね、ゆで卵じゃないや。多分温泉卵ですね。いやー、温泉のね、香りもしっかりしてますね。はい。白身の方がですね、通常のね、温泉卵と比べると、ちょっとね、白身の部分がですね、固めですね。はい。こんな感じになってます。そして、中身切ってみます。はい。はい。中身がね、こんな感じになってます。じゃあね、これ食べてみます。はい。いただきます。それではね、まず何もつけないでいただきます。うん。ほっとする味。うまい。ごちそうさまでした。これでね、湯の花旅館さんの動画終わりになります。今までの動画いかがだったでしょうか。ここのね、温泉はね、古き良きっていうね、味のある旅館ですね。決してね、綺麗なところっていう形のね、ところがお気に召すという方はですね、ここはね、そういう場所ではないので、湯治場、温泉に入って治療も兼ねた、まあ、旅館ですね。ご飯もね、とても美味しかったので、こんなところがね、お好きな方は是非ね、湯の花旅館さんご利用になってみてください。今回の動画がね、ちょっとでも参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いします。それとまたチャンネル登録されてない方はですね、下にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録の方をですね、よろしくお願いいたします。それではこれで以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。それではね、次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。